おう、おう、おう、ちょい、ちょい、クリップカーソル、クリップカーソル、ウェアクリップカーソル、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 あった、あった、起動するの忘れてた。危ない、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 危ない。はい、はい、はい、OK。まぁ、記念すべきクラウンウォー、一発目、ファーストマッチ、B チームバーサスインバランスイズ、ヒューマンバーサス、ナイトエルフでのワーストマッチですね。そしてパワービルディングからのスタートのヤビーストさん。それに対する B チームのカズさんの方は、こちらエンシェントを立てていないところを見ると、新しくなったんだけど入れた？2.0？ 何それ？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  2.0 だけ新しくなったけど入れたの？何が？ 2.0 だっけって何が？バトルネット普通にウォーカー3は今入れてるけど。公式の方？公式の方はわからないな。まあこちらハントレスオーダーですね。即ハントかマスハン、即ハントのマスハントか、それともハント3体からのティア2オーダー、ティア3オーダーなのか。2.0 だっけ新しくなってたけど入れた？いや、入れてないよ。多分これ 2.0 じゃない。1. なんだよ。1.5、1.05 だね。古い古い。別に困ってないからね、困ったら入れるつもりだもん、いつも。だ、ペカスターターも今日困ったから新しく入れたわ。さあ、マウンテンキングパワービルディングで、あれ、近年マリネエクソボックス。多分、誤爆、落つ。クリップカーソル、そう、クリップカーソルの、昨日、アリさんと一戦したけど、マスハント苦手に、見えた。やばし。やばし。俺の、にわか、マスハント。俺のマスハント、危うかった。さあ、ここはパワービルで一気にクリップ開始する。マウンテンキングがしっかりタンクをしているものを、こちら、フォレストトロールシャドウプリストは、ヒールをマウンテンキングにするのがベストという話。さあ、コントロールともしっかり使っていく。さあ、しかしここでなんとか倒した。やっと一体倒し、マナスティーリングとストレングスプラス3。あまりいいアイテムではないアイテムが出てくる。そしてマウンテンキングの HP はもうすでにヤバし。そしてここで、リトネイト、マウンテンキングのマナが消える。そしてデーモンハンター登場。マウンテンキングのマナはなし。ストーンボルト飛ばせない。さあ、これでまず狙いに行くのはマウンテンキングスとマナバーンをしに行くのかと思いや、ここではちょっともうペザントに変身切れてしまっているものを狙いに行く。さあ、ここ、あーっとストーンボルトが飛んできそうだ。マナスティールを使うとこれストーンボルト飛んでくるぞ。しかし、危ない、怖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 い。いや、シャドウプリストこれ殺せるとかなり大きい。シャドウプリスト殺せるとかなり大きい。さあ、あと一発ダメージ与えてから、あと HP4。これはダウンする。これは最初の出上がりと手出しとしては痛い。そしてここでストーンボルト飛んできそうで、怖い、ストーンボルト飛んでくる。さあ、ボックス狙いに行く。狙いに効く。決まる。さあ、これ即タウンポータルしないと死ぬっていうかもう、そうそう、バッシュが来ると怖いんだけど死にに行く。レベル1だから別にいいやとの判断でしょうか。さあ、ここでティア2アップグレード。ハントレスオーダーのティア2ですね。さあ、ここでそのままセカンドディング。そしてバッシュが決まる。ビストのデトネイト使う前にダウン。しかし、マウンテンキングがこれタンクしないといけないんですが、HP かなり減ってしまっている。ミリティアたちにダメージ与えるようにしないといけないが、こちらフォレ、このように一瞬でダメージがめちゃくちゃ入る。そしてクロストアーマーしっかりダメージ食らってしまう。さあ、タンクできない。そして、おっと、ペザンたちがこれ、レベルペ、俺タウンポータ使いまくるけどね。さあ、なんとか言ってるものの、ちょっと、ゆっくりなクリープとなってしまってるけど、まずはタワーから、タワーから、タワーから、そしてレベル1デーモンハンター登場、そしてハントレスがこれで3、1体目はやっと出てきそう。ちょっと遅めですね。メーマス対戦でボロック先生と一人ションボする私が。見えます配信？見えます対戦？何それ？見えます。見えます対戦ってなんだ？さあ、マウンテンキングがこれでレベル3になってしまった。これデーモンハンター分じゃないかな？このレベル3ってなったウィスプ分。このマウンテンキングがどん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 クリープスルー。そしてデーモンハンター登場。デーモンハンター登場。タワーを守っているペザントがいない。ペザントがいない。ペザントがいない。タワー、フリー、フリー。さあ、そして、ダメージがちょっと食らってしまっている。相手のエクサイド。
さあ、これはもったいない、これはもったいない、これはもったいない、エアビストさん、これはもったいない、タワーがフリーキル。タワーフリーキル。そしてティア2進化している。さあ、ストーンボルト飛ばせるマナはある。そしてここでまたもボックス狙いに行く。これはボックスは決まっていない。あ、決まったか?これは決まった。わあ、ボックス抜けられない。デーモンハンター、今回はタウンポータル。これは、いや、タウンポータルする。しかし、ティア2アップグレード完了する。ハントレスも、おっと?アイテムショップ、そしてパンダ起用、パンダを起用。ハントレスが、ちょっとこのパンダが振り切るされてしまいそうな怖さはあるけれども大丈夫か、大丈夫そうですね。さあ、ハントレス3体、デーモンハンター、パンダ、そしてここからはドライヤーどう出していけば、今のところ大丈夫そう、まだセカンド立っていない、マウンテンキングでセカンドを取れていないというのはかなり痛い。そしてマウンテンキングの HP も減ってしまっている。さあ、ブーツを購入、そして、ウィスプこれ偵察貼り付けていたらなんとも大きかったのでしょうかって感じなのですが、おっと、ここでぶつかるか、一旦ぶつかるか、視界の確保はできていない。実況ギーはいいけど俺のクラン強いんだ。だってわかんないもん。両者まだ、どれくらい強さなのか。なにこれ、ボックスうまい。まあ、ボックスはうまかったね。ああ、ここで、一旦これを鉢合わせしそうだな。ぶつかりそうだな。ぶつかりってか、ああ、一旦バックしないといけないな。さあ、これはティア2、エンシェントロアは壊せそうか、けど、ハントレスはまだ出してますね。そして、ウィスプ出しまくる。ハントレスとドライアドでしょうかね。さあ、ムーンウェル殴りに行く。さあ、ここで、ロアを殴りたい、ロアを殴りたい。これはちょっともったいないかもしれないけど、まあまあ、勝ちゃ、俺的には嬉しいんでいいんだけど。カズさんが勝てば、うん、カズさん勝つことは一番俺的だよね。さあ、ここでロアが1個狙われるものの、これはちょっと修理間に合いそうですね。修理間に合いますね。ウィスプ、ピトネイトじゃない、ストーンボルト。しかしこれは間に合う。さあ、このロア、そして、エンシェントもしっかり立たせている。さあ、ここは振り切る。フットマンが振り切る。ウィスプも振り切る。だが今のディトネイト。ちょっとバカしく言ったら楽しかったかい?楽しかったよ。さあ、ウィスプ1体の修理ね。かなり持っている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 。そしてもう1体のウィスプ2体修理持ってってる。これはもう立つ。さあ、フットマンが全滅してしまった。この犠牲に対して、相手に与えた、カズさんの与えたユニット犠牲はゼロ。まあ、ウィスプが3、4体ですね。そして、ちょっとこれは厳しそうだ。ライフルマンを出すわけにはいかない、このハントレスオーダー。即ハントではないんですが、おっと、ここで、まだセカンド取っていないの、ウォークショップ、アルケインタンクタムラ、バラックス。3つの施設を回す。これ正直金足りなくなる。おっと、ドライドしっかりいる。これはプリフリーズ、フリーキル。さあ、ヒーローレベル的にはマウンテンキングレベル3というのはかなり大きそう。というか、フットマン死にましたね。アイテムショップで。さあ、アイテムショップ利用する前に、このアイテムショップ壊せたっていうのは大きそうですね。スタッフなど使えない、タウンポータルを持っていない。アイテムショップは今どこも空いていない。しかし、今のところフード的には36対4、39。そして、ナーガが狙われる。ナーガドライドの攻撃が一発入った。これで捕まった。確実に捕まる。ブーツは渡さないと捕まってしまう。さあ、ここで一旦バトルだが、バトルだが、マウンテンキングを狙いに行くのか、これはナーガを狙っていった方が正解なんだが、ナーガを狙うのが正解、ナーガを狙うのが正解、マウンテンキングに釣られると辛いぞ。ナーガを殺すのが正解なんだ、ナーガを殺してくれ、ナーガを殺せば、ナーガを集中砲火すれば、ナーガを集中砲火すれば、今のはナーガを確実にキルしてた。さあ、一気に、これはドライアドが出てきているというライフルマン。そして、ウォーターチーム、前衛がいないようだ。そして、マウンテンキング狙われる。デーモンハンターか、スイートってもうマナーゼロですね。配信。始まってます?いや、始まってるよ、普通に。で、見れてるよ。見れてるとは。あー、そして、このパンダの火が効いている。そして、イモレイトではないか。あー、バッシュが怖い、バッシュが怖い。しかし、もうユニットが消えた。ユニットが消えた。マウンテンキングがタンポータンを押す。イモレイト使っていた。イモレイトやっぱり使っていたか。でも、これは釣られすぎると。おっと、これはユニット的にはちょっと逆転し始めてるか。しかし、ナーガが狙われる。ナーガが狙われる。しかし、ライフルマンも狙われる。ライフルマンキルしたい。ライフルマンキルしたい。ライフルマンキル。ナイスキル。モーターチーム、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 モーターチームも、モーターチームも、しっかりと狙っていこう。もうここはもう、しっかりともで、これ殺して逃げた方がいい、これ殺して逃げた方がいい、これ殺して逃げた方がいい、もしくはナーガを殺して逃げる、もうパンダ逃がした方がいい、パンダ逃がした方がいい、パンダ逃がした方がいい、あ、これはハマったな、ナイスキー、
で、これは封鎖してあるから、これはもう正直アイテムショップ割る、もしくは逃げる。